小さい頃から時々変なものを見た。他の人には見えないらしい。それらはおそらく妖怪と呼ばれるものの類。友人帳を知っているかい？友人帳にはな、夏目玲子が任したあやかし者たちの名前が書いてあるのだよ。我を守りし者よ、その名を示せ。君に返そう。一度でも触れ合ってしまったら、それは誰に気づかれなくても心を支え続ける大事な出会いなんだ。そろそろ決めたらどうだ。君にとって大事なのが人か妖怪か。俺の力は小さくて、強くなりたいと焦ってばかり。心通わせることを恐れなければ、一人でないと信じれば。人とはそういうものだろう。大切な友人たち、今の俺にとって人もあやかしも等しくかけがえのない。夏目！ありがとう、にゃんこ先生。